上下線で1日およそ60本の東海道新幹線が発着する三河安城駅。子供のドアが閉まります。安全よし。指差し確認と大きな声でホームや線路の様子を確認し、乗客の安全を守るのが駅係員です。制帽制服姿でキビキビ働く姿に憧れた人も多いのでは。そんな係員の姿が会議室にありました。頭につけているのは VR のゴーグル。装着すると仮想空間にいるかのような体験ができる道具です。皆さんよし。まあ、出発のベルが鳴っています。間もなく出発します。今扉が閉まりました。あ、今ドアに挟まれているお客さんがいます。ドアが閉まる間際に乗車したのか、挟まれている乗客の姿が。ボタンを繰り返し押し、再びドアを開けて乗車させ、無事に出発しました。これは新幹線のホーム上で働く駅係員向けの VR 訓練シミュレーター。JR 東海が4月に導入しました。やはりこの VR ならではの没入感、リアルさというところがありまして、まるでその現場にいるかのような疑似体験をすることができます。実際の駅をもとに再現された仮想空間に没入しながら、駆け込み乗車や安全確認中に乗客に声をかけられる状況など、さまざまな場面を再現した訓練ができるといいます。どんなものなのか、メーテレ記者も体験してみました。ちょうどいいところで教えてください。はい。おお、今目の前に駅のホームが現れました。めっちゃリアル。こだわりは本物の駅そっくりという再現度の高さです。こちらは静岡県の浜松駅の実際のホーム。看板の5番線静岡東京方面の文字は VR 上でもそっくりそのまま。箱に収められた発車ベルや時計の位置まで細かく再現されています。導入にはこんな背景が。東京、三島、名古屋、新大阪にあります、そういった拠点にですね、出張して訓練を行うという形になっておりまして、なかなかその駅にいながら訓練することができないという課題がありました。こちらは従来から使っている大型のシミュレーター。沿線の4拠点にしか用意がありません。それ以外の駅で働く係員は訓練のために出張する必要があったといいます。各駅でできる仕組みはないかなというところで研究を開発しまして、その中でですね、2022年に三河安城駅の業務研究のグループと共同で開発をしまして、開発期間はおよそ2年。業務が特殊なため本物らしさに近づけるのには苦労したといいます。4月からは三河安城駅を含む全17駅に VR の訓練装置を導入し、それぞれが働く駅にいながら訓練ができるようになりました。現場で働く人たちの受け止めは。現場とすごい乖離がないなというふうに感じております。本当に今ここの駅にいるっていうことを感じれて、すごい嬉しく思いました。お客様が落ちそうになっているということを聞いたときはやっぱりヒヤッとしましたし、そういうことも実際起こり得ますので、これからも気をつけて訓練しようと思いました。